Q&A コーナーのお時間ですか、もしかして。はい、というわけで今日もですね、謎めいた二輪の世界、本当によく分かんないことばっかですね。いまだに分かんないです、何も。ただそんな謎めいた二輪の世界をですね、皆さんと一緒に一つずつ紐解いていく、そんなコーナーですね。合ってますよね、確かね。はい、はい、というわけで今日も行ってみましょう。はい、まあ、このコーナーはしたいですね、皆さんがバイクについて謎に持っていること、バイクに限定はしないですよね、最近はね、謎に持っていることをですね、私が適当におしゃれみたいな感じでございますけど、一応正解を挙げましょう。正解を知ったのも答え合わせではないですけど、ただですね、正解を知った方は多分いらっしゃると思うんですよ。まあ、これだけ書いていただければ余裕もなっていくかもしれないですね、というコーナーでございます。私は内見と自転車の YPJXC に乗るヤマハサイクルファンですということですね。はい、そこで質問なのですが、内見みたいな技術を盛り込んだ三輪電動マウンテンバイクみたいなやつとか、250cc ぐらいで三輪のオフロードバイクって発売の見込みないのでしょうか。三輪はオフロードで進化を発揮するものだと思うのですが、需要ないんでしょうかって来てますね。まあ需要ないですね。まず一つは、まあマジレスするとってやつですね。一つはですね、なんか TW の三輪バイクみたいなの出てましたよね。あのモーターショーで。ただご覧になったら、まあ、ググったら出んのかな、多分ご覧になれば分かると思うんですけど、重たそうなんですよね。はい、で今時日本中舗装道路に満ち溢れて未舗装路を探すのが難しいこの状況下の中で、はい、わざわざ未舗装路に入っていく人たちっていうのはですね、なんて言ったらいいんですかね、不安定さを楽しむ人たちなんですよ。だから山林が安定していたとしてね、安定していたとして喜ばないんですよね。いいよ別に、だったらジムニーで行くからって思うわけですよ。実際はね、ランクルとかジムニーに乗るからいいよ、安定したかったらっていう話になっちゃうですね。あの俺たちは転んで血だらけになりてんだというのが彼らの意思。そしてあのオフロードバイクは簡単に分解できてすぐメンテができるっていうのが、見ればわかると思うんですけど特徴ですね。前にあの4本も足がついてたら、お前これフロント周りのメンテだけで1日終わっちゃうじゃねえかっていう風になっちゃうので、まああの向いてるようで向いてないんですよね。あの決して安定して走りたいとは誰も思ってないんですよ。あれをやる人たちっていうのはわざわざ不安定なところを探して走りに行って、登らなくてもいい斜面を登ったりとか、それであの道を掘って怒られてる人たちなんで、まあ、基本的にはですね、そういういろんな理由があってですね、安定して走れますっていう、要は誰にでもできることに対して興奮する人たちではないのですよ、オフロードバイクユーザーというのは。というわけでですね、需要がないというのがですね、まあ、結果なんじゃないかなと思いますよ。はい、林さんには重要なんじゃないですか。林さんはね、連れてかれちゃう側ですからね。はい、まあ、あと重いでしょ、やっぱ三輪はね、あのフロントがね、それもねあるんですよ。はい、前が重いのはダメなんですよ、ああいう人たちは。はい、一生懸命軽い方、軽い方へ振っていこうとするので。はじめまして、こんにちは。もしかしてトライアンフボンネビル T120 の動画を上げていたモーターサイクルファンタジーのお兄さんではないでしょうか。実は去年トライアンフの動画を偶然拝見しまして、お兄さんの解説とボンネビル T120 に魅了してしまい、私はボンネビル120は大きすぎて夢かなって思って、SR400 のブルーを買いました。まだ納車していないのですが、キックスタートガソリンメーターがないなどなど、買ってから不安しかなく絶望感の中で、これまた偶然お兄さんの SR400 の動画を拝見し、色も同じでキックスタートのかけ方も詳しく教えてくださり、アクセルを上げるとエンストしづらいなど、あとは止まるまで走ればいいんだろうの動画など不安が消えました。本当にボンネビル T120 なのかな、これ120なのかな、120でいいんじゃないですか。ああ、はい、100 解説が楽しくて面白くて、車だった私をバイク大好きにしてくださって楽しみができました。ありがとうございました、ということで、なんかお礼みたいな感じですね。そうですね。質問としてはモーターサイクルファンタジーのお兄さんではないでしょうかっていうところですかね。はい、これが質問ですかね。はい、でもなんかお役に立てたようでよかったですね。そうですね。なんかあのどれもこれもお役に立ちやすい動画かなと思って作ってはいますけども、あのキックスタートもガソリンのなくなるまで走るやつもね、便利なんじゃないの、1本こういうのがあればっていうふうに当然作ってはいるんですけども、あのそれをなんかそのままあのお喜びいただけたようでですね、あのやっててよかったという感じですね。そうです、はい、ファンタジーから SR を購入してもらうっていう流れ、謎ですね。そうですね、そんなことあるんですね。はい、というわけでありがとうございました。はい、質問です。XSR900 で足つきが不安なため、20ミリローダウン予定なのですが、6軸 IMU などセンサーに影響はありますか？前輪も下げた方が良いでしょうか？ということですね。はい。まあ、あの、気にしなくていいですけど、ただ前輪も下げた方がいいんじゃないですか？あの、バランスの問題でね、あの、別に IMU は関係ないですけど、IMU ってキーオンにした瞬間に、そのバイクのなんか標準的な傾きやないやらその都度測ってると思うんで、さほど気にしなくていいと思うんですけど、ただ単にバイクのバランスとして後ろ下げたら前もちょっと下げた方がいいんじゃないかなと思いますよ。はい、
そんな感じでございます。はい、バイクのエキゾースト部分についての質問です。4気筒が分かりやすいと思うのですが、 CB650 のように綺麗に4つ揃っているものもあれば、4つともバラバラで不規則なものがありますよね。あれって何か理由があって揃えていないのでしょうか、ということですね。エキゾースト部分っていうのは液パイの話でいいんですかね、それとも排気音ですか。液パイでいいんですよね、これきっとね。液パイだと思います。CB650R って揃ってましたっけ、うん、液パイ。あー、そっか。まあちょっと考え方として合ってるか分かんないですけど、割とデザイン優先な部分かなっていう気も、あそこはね、するんですよ。例えばその集合のさせ方とか、パイプのつなぎ方とかで、その出力特性がとかっていう話はあったりすると思うんですけど、基本的にはですね、CB650 に関しては、CB400 フォアのイメージをちょっと被らせるようなデザインにしてあるのかなと思うので、ああいう、まあ、CB400 フォアって検索してもらえれば分かるんですけど、そういうマフラーの流れになってるのかなとは思うんですけど、例えばその後の世代 CB400 フォアの後の世代では CBX っていうのがあって、それは社名に X がつくんで、そのマフラーの液パイを一番右側のパイプ、またがってね、一番右側のパイプを反対側に回すことによって、そのマフラーを X 状にするんですよね、ということをしていたりですとか、いろいろ、理由があります。ただどれもですね、まあ、もちろんこんなこと言ったら開発してる人たちに怒られるかもしれないですけど、その見せる部分、4気筒の中で一番見える部分なので、わりかしそういうところでですね、見てくれを大事にしてるというところもですね、結構あると思いますよ。出口の部分ですぐね、横に繋いじゃうパイプをつけてるバイクとかもあるんですけど、やっぱかっこ悪いんですよね、見た目がね。なので、まあわりかし見た目はい、な気がしますけど、個人的には。はい、です。よろしいでしょうか。欲しいもの、後方モニター HUD 付き、まあ、ヘッドアップディスプレイでしょうね、これね。前後ドラレコ内蔵ヘルメット、以前後方モニター付きヘルメットのクラファンに問い合わせたら、電池が持たないので無理と回答あり、バイク本体からの電力供給とか、ライダースーツへのちょっと大きいバッテリーの装着とか考えれば実現可能だと思うのですが、HUD 付きヘルメットがあって、ヘルメット装着ドラレコがあるのに、どうして合体しないのでしょうか、ということですね。はい、そうですね、需要ですね、多分。で、やっぱりヘルメットが重くなることを嫌がる人って多いんですよ。奈良半くんみたいに首が太ければ別に多分あんまり気にならないかもしれないですけど結構ですね、それ以外にもなんかいろいろヘルメットにくっつけたりもしたりする人もいますから、インカムくっつけたりとか場合によっては GoPro とかね、ソニーのなんとか、RX なんとかとかつけたりする人もいますから、そこにさらにですね、そういうものを全部集める、まあ、メリットがないですよね。ヘルメットってほら、ご存知の通り3年おきに買い替えましょうとか世間では言われてたりするので、その都度全交換って話にもなっちゃいますし、やっぱりですね、例えば今スマートライドモニターっていうのが出てきてるんですけど、スマートライドモニターが恐ろしい勢いで、前後ドライブレコーダーを駆逐し始めております。はい、入ってるのでそっちがいいっていうお客さんが多いんですよ。ついこの前まで三つ葉のなんとか21を JRM21 それ ETC か、まあ前後ドラレコですよ、がもう本当にこればっかりじゃんって感じだったのに、ものの1年で勢力図が変わりましたね。一気に今度ドラレコ付きのスマートライドモニターですねが、もうすごくですね、幅を利かせ始めましてはい、一気に駆逐しております。急に物が売れなくなってそっちに変わっていくような感じになってて、まあいろんなメーカーから最近ね、デイトナさんも再販新しく出してきてね、そして奈良さんどうぞ。まあユミです。そうですね、はい。すっごい笑顔ですけどね。まあそんなわけでいろいろどんどん出てきてですね、やっぱりですね、いいものはほっといても普及します。そして欲しがる人が少ないものは、普及しません。なので単に需要がないかなと思いますよ。で、ただ逆にそれこそクラファンやればいいんですよ、自分がね、こういうものを作りたいんだって言ってですね、需要のあるかなしかをですね、試してみていただくとですね、まあもしかしたらより腹落ちするかもしれないですね。はい、ツーリングする時のパンツはブリーフ、トランクス、ボクサー、ふんどしどれがおすすめですかって来てますね。はい、なんか履く気でいるんですか、ツーリングする時に。おかしな人ですね
なしに決まってるじゃないですかね、はい、ふんどしを使用するなら越中ふんどしがおすすめですよ。着脱が容易で通気性が良く衛生的、かつて日本軍が正式採用した由緒正しいふんどしです。何をまあまるで自分が普段から履いてるみたいな顔してからにこんなにふんどしをあのこれ履いてみてあれ履いてみて最後にここにたどり着いたようなね感じなんですかね、これね、どなたか分かんないですけど自転車の場合はノーパンが望ましいと聞いたことがあります。伝聞なので真意のほどは不明です。なんかこれ聞いたことあんな。そうですね、なんか確かあのサドルが尖ってるから擦りつけると気持ちがいいとかそんな理由ですよね、これ違いましたっけなんかでも聞いたことありますね、はい、ということでなしということで頑張ってください、はい、質問です。音は、あ、違う、昔はディーゼル車に灯油を入れて走らせているトラックなどがいて警察に捕まる人がいたと聞きましたが、実際のところ軽油と同じように走ったのでしょうか。壊れたりしないのでしょうか。私は絶対にしませんよ。ただ知識欲として興味があります。よろしくお願いしますってやつですね。はい。聞いたことあります？要はそのトラックとかに普通にあの軽油入れるよりも、要は灯油混ぜて、いや灯油の方が安いからこう割って灯油でケチるっていうのが昔はね。あの今の車にやったら壊れると思いますよ、普通に。あの全然違うんで。ただ昔の車はガバガバだから、例えばその、たくさんこう要は軽油しか入ってないようなやつを確かあの銀シャリとか言って、なんか混ぜの度合いによってなんか麦飯とかそういう呼び方をしてたようですよ。要はその純度が高いほど、はい、白米だってことですね、はい、混ぜ物が入るほどっていうね。まああのエセ健康マニアの奈良さん最近あの五穀米とかいろいろやってるでしょうけど。何言ってんですか。あ、そうですか。ああいうことですね。はい、はい、今の車でやったら壊れると思います。昔はあのガバガバだったのでとりあえずなんか走っちゃったっていうだけだと思いますんで、はい、今のあのディーゼルエンジンはきっととても繊細だと思いますよ、ある意味。はい、質問です。車に一部採用されている電動ブレーキって何ですか。バイクにも採用されることはあるのでしょうか。いつもためになる回答ありがとうございますということなんですけど、電動ブレーキっていう表現があれなんですけど、多分これ電動パーキングブレーキのことを言ってるんだと思うんですよ。電動ブレーキと一般的には、それか回生ブレーキかどっちかなんですけど、回生ブレーキはハイブリッドカーとか電気自動車とかであのブレーキをかけた時にそこで発生する熱で、まあ簡単に言うと電気を回収、エネルギーを回収するっていう、あのそれで航続距離を伸ばすっていう機構なんですね、これ。なのでまあ、 あのそもそもエンジンがくっついてるバイクなんかではあの採用されづらいかな、まあ、むしろメリットがないですよね。で車って電気を使うものがすごいたくさんあるので、例えばあの発電機があって、オルタネーターですね、発電機があって発電機を動かす、発電機がエンジンに張り付いてるんですけど、富士壺みたいにね、その発電機を回すのにもエンジンのエネルギーが必要になるじゃないですか。例えばバッテリーが減ってくると、車のね、皆さんがエアコンつけて音楽聴きながらね、あのパワーウィンドウを開けたり閉めたりしながら走るじゃないですか。でその時にあの電気がどんどん減っていくじゃないですか。でその時に当然車側が発電してバッテリーの使った電気を補うわけですよ。ただその発電機を回し続けるのにもエンジンの力を使うので、当然燃費が悪くなったり出力が落ちたりするんですね。なのでそうならないように最近の車はその発電機を必要ない時は切り離すんですよね、電気クラッチで。でなるべく違うところから電気をそうやって手に入れて、オルタネーター、発電機とエンジンがくっつかないように、要は、エンジンが発電機を回す必要がないようにですね、やっぱりそういう風にして燃費よくしたりとかやってるんですよ。最近はもうハンドルとかすらパワーステすら電気になってるんで、はい、パワーステもまあ同じような理由でパワーステポンプっていうのをエンジンが回すんですけど、そこにもその回すための力がエンジンから奪われるので、そうならないようにあの電気で回すようになってるんですよね、パワーステアリングもね、はい、という感じになっておるので、まずもし電動ブレーキキーが回生ブレーキのことを言ってるんであればそういう理由です。はい、そしてこれはだからバイクに採用される可能性は限りなく低いですね。はい、そして要はバイクはその発電機とエンジンの駆動を切り離すようなことっていうのを今することは構造上できないので、あまりありえないのかなと。で多分電動ブレーキ、パーキングブレーキの方を言ってるんじゃないかと思うんですけど、パーキングブレーキだとすると、今まではその止まった時にサイドブレーキっていうのでギーって引いたりとか、フットブレーキでガーってやってあの動かないようにしてたものを電気化することで、
とても便利になりますっていうのが電動パーキングブレーキですね。奈良さんも乗ったことありますか、電動パーキングブレーキの車。奈良さんのポルシェがそうだったんじゃないですか。あのブレーキキュイーンってやりました、なんかこうギーって引いたり足でギーってやったりやんなかったでしょ。やらなかったですね。あのカットされるかもしれないですけど、まあ、そんなわけでメリットの一つは、いちいちそういうあの電気のブレーキを解除しなきゃいけないとか、かけなきゃいけないパーキングブレーキをね、という必要がないんですよ。で、車が止まってパーキングに入れたら勝手にかかります。そしてドライブに入れたら勝手に解除になります。これがメリットの一つですね。でもう一つは、例えばプラスアルファの機能でブレーキを踏みっぱなしにするとホールドしてくれるっていうのがあるんですよね。オートマの車ってあのブレーキ離すとクリープで進んでっちゃうじゃないですか。ただそのクリープ現象があの渋滞の時にあの便利ではあるんですけど、しばらく止まってるなーなんていう信号待ちの時にブレーキ踏みっぱなしにしなきゃいけないでしょ。それを電動パーキングがついてる車なんかだと別であのボタンがついてて、それを押しとくとあの足でブレーキ踏みっぱなしにして車速ゼロだと勝手にあのブレーキがかかる。そしてアクセル踏めばまた回復するっていうですね、超便利機能がついててですね、一度使い出すともう離れられない、とても便利なものですね。はい、というのがですね、電動パーキングブレーキになります。このどちらかだと思いますので、はい、これもですね、当然オートバイに採用される可能性は今のところ低いですね。理由としてはですね、あのバイクにはサイドブレーキすらついてないものが多いですね。岡村さんの大好きなジャイロキャノピーとかビッグスクーターの一部には採用されてますね。はい、あの手動のパーキングブレーキだよね。はい、質問です。ホンダが E クラッチという素敵ギミックのクラッチを発表しました。他のメーカーも今後似たようなクラッチを作るんでしょうか。長距離が楽になりそうですごく気になっています。ヤマハでも出してほしいけど天の弱だから出さないかなと来てますね。はい、機構を変えて出す気はします。これなんか情報あるわけじゃないですよ。単にその同じようなもの、今後こうなっていくんじゃないかなっていうような感じがしますね。はい、結局そのこういうのってまああのそういう意図があるかどうかは別として、あのなんていうんですかね、いりますっていう話じゃないですか。奈良さん、 E クラッチってわかりますか。うん、一応まあすごい雑に解説すると、要はクラッチを握る操作がめんどくさいから DCT があるわけですよ今本田さんは。要はそのクラッチを握らなくてもギアを変えれる。まあスクーターもそうですよね。車でいうとオートマチックの車がそうじゃないですか。で、 E クラッチはクラッチがついているんだけど、それを操作してもしなくてもいいよっていう機構なんですよ。これ選べるっていう機構なんですけど、もういらなくないですか普通に。基本的にはそんなもの欲しいと思います。ああ、スーパークイックシフターですよね。そうですね、スーパークイックシフターもうだって発進の時以外クラッチなんか使ってねえじゃんっていう話ですよね今ね。うん、まあそんなにめちゃめちゃ欲しいかっつったら、はい、そんなにいらないっすね。でもこれ出てきてるっていうのは、うん、技術力でおっさんを潰しに来てるんですよこれは。例えばDCT ってあるじゃないですか、うん、DCT って、まあ、DCT じゃなくてもクイックシフターでもいいですよ。クイックシフターなんていうものはギア変えるときに楽じゃないですか、うん、でもあれクラッチを握ってギアを変えてクラッチを離すっていう通常の使い方でもいいわけですよね。だからもうあの新しい技術に否定的なおじさんたちが騒げないんですよね。あんなのつけてんの軟弱だよとか、面白くなくなっちゃうじゃねえかよってあるじゃないですかよく、うん、そういう理屈。それがもうなんて言うんですかね、ただでさえそのクイックシフターでもうほぼ潰されかけてるところにですね、この E クラッチというのでとどめを刺したってことですね。どうぞあのクラッチが楽しければ使えます、いらなければオフにできます。でその日その日で選んでいただけますので、であの DCT と違ってめっちゃこうコンパクトなんですよね。あの大きくなってなんか出っ張りが嫌だとかっていうイチャモンもつけらんないですよこれ。もう多分外見だとついてるの分かんないぐらいのコンパクトな機構になってるんで、本当によくできちゃってるせいで、もう本当にその、なんて言うんですかね、ああ、今のバイクはダメだなって言いたかっただけなのに、もうそれすら言わせないっていうですね、その技術で論破してくるっていう感じですね、ある意味。だってこれ使いたければ使えますし、使いたくなければ使わなくていいんですよ。選べるんですよ。使いたけ使ってくださいって言われちゃうと、昔のバイクは面白い、新しいバイクはつまらないっていうあの理屈がですね、本当にあの、最後の砦のあの故障しないからつまらないしか残らないっていうね。でも大変だろ。安かったりするんですよねきっとね。ただもうこうすればっていう技術でもあるので、これ今後大した金額かからずつけれそうな機構にうまく作ってきてるんですよ全てにおいて。だから今後似たような機構で
特許の絡みがあるからずらしずらしで使っていく、クイックシフターが普及したかのようにになっていく可能性を秘めた機構かなとは思います。今時代は進んでいくんですよ。次ですね、2024年もよろしくお願いします。近所の YSP で戸塚の島田さん知ってますかって聞いたら、あーちこでかい人だろと孫で言われました。そうなんですかっていうのも来てますけど、もう普通にここまで来たら島田さんでかいですかって聞けばっていう感じしますけどねどう思いますかこの一周回るの必要ですかね、これね。真顔で言われましたじゃねえよっていうね、はい、だいたい近所の YSP って言ったらもう湘南さんか川崎地方さんしかねえじゃねえかっていう話ですからね、はい、違う、彼の地元の近くか、まあ、確かにそうですね、はい、そうですね、はい、まあ別に、特段でかくはないですよという回答でよろしいですかね、これは。はい、ということで、はい、小学6年生になりました。家族旅行に行って思ったのですが、高速道路が大渋滞していました。渋滞の先頭は一体何をしているんですか。ああ、小学生からの質問これ渋滞の先頭は例えば小仏トンネル付近で言うと、坂道になったのに気がつかずダラダラアクセルは踏まない状態で惰性で走っていてスピードだけが落ちてるかなとか、こんな感じですよね多分ねあとは場合によっては、なんでよりによってこうゴールデンウィークの帰りの一番混む連休の最後より一個だけ前の引きにスピンしてぶつかってんだよこんなとこでっていうので一車線にされてたりとか先頭はだから合流してますね隣の車線にあとイライラしてるから左が塞がってて左から入ってくる車に1台入れてても何も変わんないのに入れねえぞって詰めて、そこに左側もイライラして絶対こいつの前に入ってやるっていう戦いをしてたりとか、はい、こんな感じでよろしかったでしょうか。多分小学6年生のあなたは脳みそがフレッシュで余計な情報も入ってなくて、とても綺麗な効率の良い考え方をするので、あなたが投げかける疑問がですね、多くのハンドルを握ってるおっさんたちよりもですね、はい、おっさんおばさんたちよりもですね、正解だったりします。でも大人はみんな嘘つきなので、それっぽいこと言って騙してくると思いますので、まあ聞かない方がいいんじゃないでしょうかというわけで Q&A コーナーいかがだったでしょうか。こんなわけでですね、はい、皆さんのお役に立てるような情報があればよかったんですが、ちょっと皮肉っぽい回答が多くなっちゃいましたかね、はい、ということで小学6年生になった方のですね、ご意見を参考にしながら生きていきたいなと思いながら今日はこの辺でお別れということでよろしいでしょうか、はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。